第2大合ン公爵アレクサンダー・ゴードン第2大合ン公爵アレクサンダー・ゴードンはスコットランド貴族ジャコバイト1715年ジャコバイト放棄に参加したことで知られる出生から1684年までエンジン伯爵の儀礼称号を1684年から1716年までハントリー公爵の儀礼称号を使用した 1678年頃初代ゴードン公爵、ジョージ・ゴードンとエリザベース・ハワードの息子として生まれた。カトリックとして育ち、家族ぐるみのジャコバイト支持を受け継いだ。1715年ジャコバイト放棄直前の1715年8月31日、スコットランドにおける忠誠を奨励する法案が、ジョージ一世の採火を受けた。この法案は、 反逆を疑われた人物をエディンバラに召喚して、それに応じた者は許し、応じなかった者は1年間の禁固刑などの処罰に、上されるとした。ゴードンも召喚されたが出頭せず、ゴードン上で、正常寺騎士と称した。10月6日、ゴードンは、不評2000と、騎兵300を率いて、パースで老神王と合流した。11月13日にシェディフミワの戦いに参戦した。 あと、ゴードン城に戻った。同年冬に、サザーランド伯爵が、スコットランド北部における反乱鎮圧に乗り出し、1716年2月12日に、ゴードン城を占領されると、ゴードンは降伏した。4月に、エディンバラに連行されて、エディンバラ城に投獄されたが、反乱をやめることに間に合ったとして訴追されなかった。父の存命中に、ヨーロッパ宮廷を歴遊し、 プロイセン王、フリードリ・ヒビル・ヘルム一世やトスカーナ大公コジモ三世と友人関係になった。1716年に父が死去すると第二代ゴードン公爵になり、ゴードン城に住んだ。公爵位を継承した後も、フリードリ・ヒビル・ヘルム一世とコジモ三世との文通を続け、フリードリ・ヒビル・ヘルム一世は自身の肖像画を、コジモ三世は自身の胸像をゴードンに送った。 ローマ教皇クレメンス12世もゴードンに肖像画を送った。1728年11月28日に死去した。妻のヘンリエッタは1760年10月11日にプレストンホールで死去した。1707年2月13日以前にヘンリエッタモードンとと結婚に男三女を設けた。子女たちはヘンリエッタによって プロテスタントとして育てられたため、彼女は1735年に1000ポンドの年金を与えられた。ありがとうございます。